どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。毎日クリスです。インザフューチャー、コーラ、コンプまでの道のり、パート2、ということでございます。今日もね、クリアロボの方、当てたいですね。前回パート1で当てられたので、パート1でこれが出たから別のクリアロボ欲しいんですけども、早速、女の子用1個目、上げていきたいと思います。さて、何が当たるでしょうか。 なんか、クリアロボっぽくないか気のせいかなこちら全然違うね。犬っていうことで、なんかゴミがついてるんだけど。はい、じゃあ女の子よ二つ目。こちら音符が当たりましたね。このシリーズもね、結構当たるからね。はい、じゃあ三個目、男の声。 さて何が当たるでしょうかこちらコマですね。すごいね、なんか。バリが取れてない。結構やっぱ僕は、エラー品とかすごい好きなんで、気になっちゃいますよね、いちいち。これクリアルボでしょ完全に <laughs> 重さといい音といいなんかクリアルボっぽいんだよね。気のせいかね、こちら。おら やっぱりね、当たった。ありがとう。はい、こちら当たりました。公式の名前ではこの名前なんですけども、まあ、ミケちゃんということで、ミケ猫っぽいような感じなんだけど、すぐね、あの、コリスが公式で名前出してもそれ無視しちゃうっていう人なんで、前にもあの、パラサイトコーラージンの時も勝手にイエス・キリストとか、全部の人に名前つけてましたから、<laughs> もうそれも楽しんじゃってるっていう感じですね、僕はね。はい。 じゃあ男の子はね、5個目ですかこちらコマですね。さあ男の子用ですね。こちらおやったー台座怪獣シリーズのですね、まあ中国ギララということでございます。これね、あの、松竹の映画の宇宙怪獣ギララにそっくりなんですよ。なんでちょっと調べてみてください。見たことない人はね。 はい男の子ですね。こちらおすげえ台座怪獣入ってんなこの箱。全部切るバカですね。はい、手がハサミなんで全部もらった時に切っちゃうんじゃねえかということで名前付けました僕がね。いや男の子よこの箱は当たりなんじゃないの結構あのユーザーワールドさんの動画好きな人とかやっぱ台座怪獣すごい多分好きだと思うんで。 僕はもう結構持ってるんで、ね、<laughs> またかーみたいになっちゃうんですけど。<laughs> はい、こちら。はい、コマで,ですね。やっぱりあの、本当にこれはね、僕ね、何回も動画で言ってるんですけど、同じシリーズのおまけがボックス内に固まっちゃう、シャッフルされてない現象ですね。<laughs> 完全に。はい。軽。これは指輪じゃねえか。この軽さは。<laughs> こちら。うーんー、まあ、知ってた。 指輪は指輪でも星型の指輪ですね。結構星型の指輪って封入率低いですよ。だから嬉しいですね。リボンとか、花とか、そういう指輪は結構出るんですけど、星型ってなんか僕の中で出ないイメージなんで、ちょっと正直嬉しいですね。これはもう当たりですね、今回。全体的に。これはちょっとパート1で当たったんで、どかしますけど、まあ当たりなんじゃないですか。じゃあラスト女の声ですね。 ななんだろうなこれ音はちょっとわかんないけどねこちらあアニマルシーソー馬のやつですね小馬ですかはいということで今回はですね無事にパート2でもクリアロボ当てられましたでねあのこの中国ギラ,ラを実は無限回収してまして結構好きなおまけなんであのトレードとか出さずにたくさん所有してるんでまあこれも嬉しかったかなという感じででまあこの星型の指輪も 僕の中でなんですけど、やっぱ一番出ないイメージなので、いろいろちょっと今回は結果が良かったですね。まあ、この調子でちょっとパート3でもね、いいものを当てていきたいなと思います。まあ、クリアロボ、じゃんじゃん集めていきましょう。ということで、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。